はい、どうもこんばんは。始まった感じがします。撮れてますか？撮れてるんですけどね。撮れてるんですけど、その音量がね、音量も調節しなあかんやん。これまた喋ってる声、音量と歌う時の音量ってまた違うやんね。歌う時大きくなりがちやん。さあ、ということで、毎週水曜日夜の10時半からお届けしております竹本健一の眠りたくないのに、始まりました。パシ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 。どうですか皆さん、毎週水曜日やってますけどね、眠るための番組としてやらせていただいてますけれども、皆さんいつもいい夢見てるんですか？はい、見てるということにしときます。はい、まあね、もうゆったりとお風呂に入ったんでしょうか、上がったんでしょうか、パジャマに着替えて歯磨きもしてお布団に入っているんでしょうか、そのようなスタイルで聞いてください。寝ながら、目半開きになりながら聞いてください。竹本健一の眠りたくないのに。今週のオープニング特集は大石春子さんです。本当にね、とってもいい声で、最近知ったんですけれども、いいですよね。こんなにいい音楽が作れたら、もう私なんかもう死んでもいいと思ってしまいますね。さあ、そうね、今日本当に何にも歌、今日家でね歌撮ってたんですけど、まあ、アルコーラスのレコーディングを家でしてたんですけど、ちょっと一回部屋に出て、部屋にまた戻って部屋の椅子に座ろうかなとした時に、なんか左側の腰のあたりが、足の付け根あたりがなんか痛くなって、もうやめてよと。何にもしてないやん、何にもしてないやん。普通の動きしただけなのに、それでなんかこんな、何、ちょっと軽めのぎっくり腰みたいな、やめてよ本当に。これ本当絶対なんかやっぱ何ですか、何ていうの、まあ、神様のいたずら的なものありますよ絶対。なんだ、その1秒前まで普通だったんですよ本当に。それなのにね、座ろうとしただけで、なんか変、なんか痛いみたいになって、もうなんか膝こう上げにくいみたいな、やめてよほんと痛いよね。えこう寝て、まあ、2、3日したら治るんでしょうけど、その前にね、ランニング時々してるんですけど、まあ、2日に1回を目標にやってるんですけど、で、まあ昔もなったことあるんですよね。初めてマラソンの大会に出る時に、その1ヶ月ぐらい前ぐらいからかな、なんか足の甲がなんか痛いっていうのになったことがあって、で、まあ、サンダルでね走ってるからっていうのもあるんですけども、よくそういうランナーの方はよくなるんですけど、その足の指からこうつながっている、足の甲につながっている細い骨、あそこがちょっとこう疲労骨折するっていうのはよくあるんです、スポーツマンとかランナーとかには。まあ、それ、まあそう言ったらそれなんですよね。骨折は多分してないと思うんですけど、痛い、足の、まあ、
そうなるともう歩くからやっぱりな、やっぱり普段歩くじゃないですか。走らない、痛いから走るのやめようとしても普段やっぱ歩くでしょ。だからなかなか治りにくいんですよね。なので今週はだから先週のいつぐらいだったかな、この1週間はもう走ってないんですよね。そうで、やっとまあもうそろそろ走れるかなって時にね、腰、そう本当は筋ですね、ちょっとね、そうお尻、そうお尻、お尻からお尻、お尻のちょっと上、本当腰がだから感じたいなっちゃう。はい、そうです、やってしまいました、辛い。そんなことはどうでもいいんです、人、そんな俺のそんなね痛い話がどうでもいいんです。はい、そう、主婦竹本健一としてはですね、主婦アイテム欲しいものが今2つありまして、ちょっと皆さんそういうの使ってるかちょっと聞きたいんですけど、1つは、痛い話興味ある。これどう表現できないですもんね。もう痛いとしか言いようがない、腰が痛い、お尻から太ももの近くにかけてのところが痛いみたいな。そう、欲しいもの、まず一つ目が、蜜ろうラップ。聞いたことあります？蜜ろうラップ、なんか布に、まあ、蜜ろうを塗っただけなものなんですけどね、アマゾンとか見てると蜜ろうラップキットみたいな、自分でその作るみたいなキットも売ってたりとかして、なんかフライングタイガーとかでも売ってるらしいんですけど、蜜ろうラップ、まあ、繰り返し使えるラップなんですけど、ただやっぱちょっと熱には、蜜ろうなんでね、蜜ろうが塗ってある、合ってますよね、蜜ろうじゃないの、ね、蜜ろうらしいですよ。で、ただやっぱろうなんで熱に弱い、だからラップをして電子レンジできないんですけど、でも何度も使えるっていう、いいじゃないですか。例えばそのお野菜、ね、キャベツとか白菜とか来る、まあ新聞紙とかで昔は来るみたいなんですけど、僕ラップでくるんちゃう派なんですけど、その時にね繰り返し使えたらいいなと思ってました。はい、蜜ろうラップ欲しいなとか思うんですけど、まだ手出してません。使ってる人いないんですね、じゃあね。使ってますっていうこうコメントがないということは使ってる人がいないという、まあ、実際なかなか珍しいですよね。あとはですね、もう一つは、これはもしかしたら使ってる人いると思う。オイルポット。オイルポット。これはある方あるんですか？塗ったら油を使って、そのポットに戻すと。そしたらこうフィルターを通って、また、変な匂いとか、足とかついてないオイルになって、溜めておける。また揚げ物とかするときそれ使って、そしてそこに戻せば、綺麗なオイルとなって戻ってくる。最近、そう、オイルもね、まあその、米油使ってるんですけど、まあまあちょっとね、お値段しますから、そう、だから、何度も使って、方がいいかなとか思って、オイルポットホーロのやつがいいかなと思ってるんですけど、ね、でそこにこうそのフィルターがそう使
使い捨てのフィルターがついててねっていうやつ狙ってます。やっぱそうね、油をこすフィルターはちょっとね、するよね。使ってるけど使うのやめたって人多いという感じはいたしますね、いろいろ見てますと。はい、使わない、意外と使わないみたいな。まあ実際ね、まあこの何十年使ったことないわけでね。はい、大体皆さん、あ、皆さん卒業生の方多いですね。使ってましたみたいな卒業生の方今日多い。卒業生の先輩方はやっぱもう使わないのかな。シリコンのなんかあるね、シリコンの、シリコンのやつ、シリコンのパッタッパみたいなね、いいんでしょあれ、シリコンの。それも気になるね、シリコンのタッパみたいな。さあ皆さん、リクエスト送ってくれてるんですか。ちょっと見てみましょう。おほほ、面白いですね。かけましょう、かけましょう。よし、もういいですね。1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、これで5。日曜日に、この間日曜日に YouTube の配信が、日曜日の気まぐれカバー曲特集をお届けしたんですけども、いやー、なんかやりきった感ありましたね。うん、また、今週も日曜日の気まぐれあるから、それちょっと後でリクエスト聞こう。ということで次の曲から、音楽の時間でございます。それでは音楽の方を楽しみください。はい、たくさんのリクエストありがとうございました。イージーでダンスで目覚めたんちゃいます、間違ってリクエストしたって書いてましたよね。どんな間違い、それどうやって間違うんですか。最高です、最初に聞いて。さーて、ここからは、弾き語りのコーナーでございます。今日はこの曲を またいい感じのそういう曲リクエストしてください。静かすぎる夜はいつも会いたくて、暗い部屋に灯す映画、光は揺れながら何気ない Once youI'm not afraid.
ワンシーンでした。見た目は無防備、時々背伸び、強がりはフェイク、流せないメイク、素直になりたい、思いはほらシャイ、それでいてトゥシャイ、目の前の君は空から降りてきたエンジェル、止められない衝動、悩みたいことばっか。憧れを手に戦う美少女、飛んで行かないで、yeah. Beautiful, beautiful, beautiful 君の瞳に世界は Let's go Wonderful, wonderful, wonderful 無理の願いも通せちゃう Wonderful girl
Beautiful, beautiful, beautiful 君のまつげにうまく弾かれそう。きっとそう簡単なこと。Wonderful girl 見せかけの愛なんか仕込めば甘い。心には Why 噛みしめ Don't cry 高めのプライド笑えるくらい本当は君次第。背中にガラスでできた羽を持つエンジェル目指すは永遠見上げれば晴天。こぼれた微笑みまるでモナリザ秘密を教えて。 Beautiful, beautiful, beautiful 君の瞳に世界は飲まれそう。 Wonderful, wonderful, wonderful 無理の願いも通せちゃう。 Wonderful girl Beautiful, beautiful, beautiful それ以上綺麗になったらどうなるの。きっとそう限りなく。 Wonderful girl ずっと不自然だったんだ。僕らは見失ってたんだ。ほら回る世界の中心に君がいるのは美しい。 Beautiful, beautiful, beautiful 君の瞳に世界は飲まれそう。 Wonderful, wonderful, wonderful 無理の願いも通せちゃう。 Wonderful girl Beautiful, beautiful, beautiful 君のまつげにうまく弾かれそう。きっとそう簡単なこと。Wonderful girl say beautiful, beautiful, beautiful 君の瞳に世界は飲まれそう。 Wonderful, wonderful, wonderful 無理な願いも通せちゃう。 Wonderful girl beautiful, beautiful, beautiful それ以上綺麗になったらどうなるの。きっとそう限りなく。 Wonderful girl Wonderful girl でした。Thank you.
しくなりたい。この月夜のように。そばに寄り添うように約束しよう。いつだった見つめてるから君のことを包み込むよ光で。優しくなりたい。この月夜のように。眠っていいんだね。約束するよ。明日は来るから。それではまた日曜日。そうだ、 YouTube のリクエストをしなくてはならない。日曜日の気まぐれで歌ってほしい曲、最後に
ぶつけつけたいと思います。眠たいところ申し訳ございません。なかったらないでいいんです。思いのつき、結構ガンガン来るじゃん、ガンガン来る。ちょっと読んどく、思いの月でしょ。そしてウーアミルクティー、明日春が来たら、松たか子さんの、原田真二さんのキャンディーかトラブルタイム、マイケルブーブレのホーム、フォーンズの一人じゃない、ゴスペラさんのアシーズ、そして愛することがしたい、隣でノーノーノー、名残雪、ラブソング。はい、たくさんありがとうございました。それでは日曜日の気まぐれで会いましょう。おやすみなさい。 Good night。おやすみ。